では力というところを説明していきます。まずは力の働きが3つあるので、それを覚えてください。1つ目、物体の形を変える。2つ目、物体の運動の状態を変える。3つ目、物体を支える。力にはこの3つの働きがあります。力の種類について説明していきます。まず一つは、地球の中心に向かって働く力。これを重力と言います。重力。で、次。重力に逆らう上向きの力。これを垂直抗力って言います。例えば、今、机の上にリンゴがあります。このリンゴには重力が働いています。ただ、その重力しか働いていないのであれば、このリンゴは、下に落ちるはずなんです。だけど、落ちないで、机の上にそのまま乗っかってるってことは、どういうことかというと、この机がリンゴを上向きに押す力が働いています。後で出てくるんだけど、この二つの力が釣り合っているので、このリンゴは動かないで、そのまま机の上にあるんです。この重力に逆らった上向きの力、これを垂直抗力と言います。で、次。力によって変形させられた物体が元に戻ろうとするときに生じる力。まず物体が元に戻ろうとする性質を弾性って言います。なので、その時の力を、弾性の力。あるいは弾性力って言います。で、次。物体と物体の間で働く運動する向きとは逆向きの力。これを摩擦力と言います。例えば、今ある物体があって、それを手で引っ張ります。すると、この物体も引っ張られた方向に動くんだけど、その時に、その引っ張られた向きとは、逆向きの力が反対側に働きます。これを摩擦力と言います。で、あと力には、離れていても働く力として、電気の力とか磁石の力というものもあります。では、力の表し方というところをやっていきます。まず、力の単位は、ニュートン。記号は大文字の N です。で、100グラムあたり、だいたい1ニュートンです。で、キログラムでもよく問題が出るので、1キログラムも10ニュートンって覚えておくといいかなって思います。で、次。重力の大きさを、これを重さと言います。で、重さは、バネばかりで測ります。で、単位は今やったニュートンです。に対して、物質そのものの量のことを質量って言います。で、質量は上皿天秤で測ります。単位はキログラムとかグラムが使われます。例えば、月は地球の重力の6分の1です。なので、月では重さは6分の1倍になります。ただ、質量は物質そのものの量なので、月へ行っても質量は変わらないです。力の大きさとバネの伸びについて説明していきます。まず、バネがあって、それに、
10グラムの重りを乗せると、2センチバネが伸びたとします。はい。で、20グラムの時にはバネは4センチ伸びます。はい。つまり、重さが2倍になった時には、バネの伸びも2倍になっています。もし3倍だったら、バネの伸びも3倍です。はい。つまり、バネの伸びは、引く力の大きさに比例します。はい。このことを、フックの法則って言います。矢印での力の表し方を確認していきたいと思います。はい。力には、3つの要素があります。1つは、力の働く点。で、2つ目、力の大きさ。で、3つ目、力の向き。はい。この3つを矢印1本で表すことができます。はい。この矢印の始まり、ここが力の働く点です。はい。または作用点とも言います。で、この矢印の長さが力の大きさを表します。はい。大きな力ほどこの矢印が長くなります。はい。そして矢印が向いている向きが力の向きです。はい。こういうふうに力の3つの要素は矢印1本で表すことができます。はい。では問題です。1ニュートンを1センチとして力を矢印で表しなさい。はい。まず括弧の1番。人が物体を押す力2ニュートン。はい。物体を押すって言ってるので、この人が、はい。2ニュートンの力で、この物体を押しています。長さは2センチで書いてください。はい。で、次に括弧2番。リンゴ 150g に働く重力。はい。150g だと、1.5 ニュートンになります。はい。そして重力は必ず物体の中心。はい。ここを力の働く点としてください。はい。で、重力なので当然下向きに 1.5 センチの矢印を書く。はい。三つ目。箱 300g に働く垂直抗力。はい。300g なので、重力は3ニュートンです。下向きに。それに逆らう力が垂直抗力なので、同じ3ニュートンの力、つまり3センチの長さで上向きに書いてください。はい。で、次、括弧の4番。箱に働く摩擦力。はい。まあ、1ニュートンって書いてるので、1センチなんだけど、これを引っ張った向きが、右側ってことは、それとは逆向きになります。はい。左向きに1センチの長さで書くこと。